正確な情報っていうのは離れれば離れるほど伝わりにくいって言われてて、福島のお母さんたちの気持ちがね、そういうふうになってるっていうことすら伝わってなかった。なんで福島に留まっているんだっていうのが県外から見ていると、もう本当に信じられないっていうようなことをおっしゃるんですが、福島は福島のお母さんたち一生懸命考えてこういう状態になってるっていうことを伝えに。一番下の娘はそうですね、やっぱり自分の居場所は他では見つけられないって言って、やっぱり自分の家だけだって言うんですね。去年の、震災後は、一切のものを作らず、ここでも生活ができない状態になっていたので、何もやっていないんですが、猫がまだいるので、猫に餌をやりには来ます。私は全てだ、自分の中ではね、化学肥料も無農薬も全て受け入れられないっていう立場だったので、今回放射能も微量だったら安全というふうには受け入れられなかったんですけれども、七田山武士校はね、若い人たちに食料を残すために自分たちは山に行くわけですよね、それとまあ同じような状態で若い人たちが生きれる場所を残して、残してというか、そっちに若い人たちが移って、自分たちはここで頑張るからいいんだよっていうふうに言ってあげないと出ていけない。殺処分でなくて餓死でなくて第三の生かす道、そういうようなことを今もみんなで、最後に残った農家さんがね、そういう農家さんの姿っていうのはこのチェルノブイリと同じような被爆地になってるんだけど、ふるさとの復活に復興に、そういうもう一番その先頭にいる人たちだと思うわけね。そういう人たちの、頑張りによって生き物を飼ってる姿、これはやはりそのふるさとを諦めるんじゃなくて、放射能と戦いながらね、やっぱり戻るんだということのやっぱり証なんだよね。電気を使ってたその東京や関東の人たち、要するに日本のエネルギーの福島県で支えた 俺たちがさ、今ひでえ目にあって、もう一にも町にも帰れないということをさ、やはり東京のど真ん中行って、やっぱり生の声で言わなくちゃいけないと思ってたわけね。原発と日本の農業は共存なんかできないだろうって言ったら、やっぱりかなり理解できたと思うんだよね。だからそういう原発に頼んない日本のエネルギーの在り方を、やっぱり今年からはやっぱり本当にみんなで真剣に考えるっていうのかな、そういう踏み出す時に今来てるわけね。農業者蔑視とか、何か上から目線での福島支援とか、そういうものを感じてますね。だから一人一人がやはり心の奥の方にあるそういう差別意識とか、そういうものを見つめていかないと、形として日本から原発がなくなったとしても、その差別意識がまた新しい別な原発を生み出していくんじゃないかなっていうこと。人間っていろんな病気を抱えて、障害を抱えて生きていくと思うんですよ。だから人生の中でそういうことは避けられないことなんですよね。で、福島ではやっぱり日々そういうことを子どもも大人も突きつけられるわけで、とどまって生きていく以上、放射能に対する恐怖はもうないですね。畑で毎日過ごしているので。これはやっぱり福島で生きているっていう恵みですね。やっぱり現場をですね、よく見ていただきたい、農家の声を聞いていただきたい。今年米を作らなかった場合には、放射能はいつまたってもこのままです。来年またどうなのか。私は物を作ってこそ、やっぱり今回放射能の低減が出てくると。この有機農業による土作りがセシウムを固定化して、いわゆる粘土プラス腐食という、いわゆる粘土プラス堆肥、しっかり有機物を入れることによってセシウムが固定化されるんではないかということで、つまりこの本に書いてますが、今まで通り農業の農民的な技術をしっかりやっていくことが、かなりセシウムを抑え込む途中に表土を剥ぐんではなくて、土中に埋め込むと、
セシウムを固定化させて野菜や米に吸わせないと、この対策をしっかりやっていくことによって一つの希望の光が見えてきたと思っています。